こっから堤防にも降りれるし、今今日みたいにしてはもうね、鳥もですがバチャバチャしますよね。はい、いい感じですね。蜂もバチバチ飛んでますよね。それは気をつけやんとかんな。ミノヒダとね、これが、太閤出世橋だった。こっちのね、南側のところも気になるところですけど、まあ、今回はね、その次はね、またいろいろと行く予定のところがありますからね。彩花はね、今回はね、あくまでも水越しがね、メインディッシュでございますからね。そうそう、いやもうこれ立派だですね。これは後から作ったやつなのかな。ね、橋もいい感じになってますし、これ市の割は大垣と三越の割はどこなのかな。ここの堀なのかな、そこの堀で分かれてるのかな、わからねえ。でここが陶吉城、陶吉城はあそこに回ってますよね。あの陶吉城の湯ってなんか庄内川沿いにありましたよね。で秀吉のめっちゃクマンバチ飛んどるけどカメラで映ってる。おお、でかっ。で、あ、もうなんかやってるみたいですね。怖い怖い怖い。これですね、そのまた一夜城ってことでね。本当養老みたいですね。極端がいっぱい。そういう時には千なりか、千なり秒単を、馬印に、続きと手柄を立て天下人の地位を手に入れましたと。その秀吉公が出世の足掛かりとした一夜城主で、トントン拍子の出世にあやかり、家内安全無病息災学業成就などのさまざまな願いを極端に託してみませんかと。秋のそのまた、秀吉出世祭りの、昨日の際にこの氷炭かがり火となり、あなたの願いは炎とともに天に届き念願が叶うでしょうと。そういうあれがあるんですね。皆さんいろんな、願いを書いておりますね。氷炭は、一夜城受付で販売してるみたいですよ。面白いですね。で、中入れるのかな？多分中は撮影は禁止だと思いますんでね。よいしょ。カメラはここら辺でね、一回止めて、中をね、ちょっとじっくりと見てこようと思いましょう。あと、撮影の許可いただきましたので、しながらねやらせてもらおうと思います。こんな感じでねパンフレットもらってて、そこの入ったすぐのところにいろいろとお土産物も売ってるみたいですね。せっかくですから YouTube の機会にやっときましょうね。ほんだら、案内もいただけるみたいなんでいろいろと見ながらね。温泉なんで水車の湯は行ったことあるな。そうそうそう、いい温泉でしたよ。こっちは行ったことないな。指川沿いになるんだ。順路はどっちから行ったらいいのかな。こっちからね、位置ってやるとかこっからやね。へえ、そうですね。あ、そうですね。あでもちょっと栽培どれともいらっしゃらないんで、性能のね、そう性能運輸で有名な性能ですけどね。そうそう、この辺りのことを言うんですよね。大垣に本社があるはずですかね、性能機関書いてあるのかな、けど地層の関連とかね。そして広い農具部屋がありますんでね、この辺りはすごく平らですよね。で、和中ね、そうそうそう、この辺りもそう和中ですからね。川に、
囲まれているということでね、すごく洪水とか起きやすいないなんてね、いうのもあって、いろんな治水対策がねこう進むわけでございます。まあ、これはね、三重県もね、長島とかで行ったらね同じような感じですもんね。こんな感じで、こっちが東海だよね。で中山道が田植えの方に通っとって、そかそかそか、こっちがねこんな感じ。これはちなみにおこしね、おこし宿や、今は一宮市になってますよね。あ、ここに書いてあるね、おこし。それ砂まで呼び振っとけ、これはちなみに今の地流ね。そうそうそう、昔はこれで地流って呼んどったっていうね、日本のね歴史がありますね。説明なんかも聞けるには、双葉があって、ここが川だね。こんな感じです。とまた宿ですね、そうね、一夜城だね。西川改修とかね、街並みもだいぶ変わりましたよと。こんな感じで、こっちから先これもうなくなっちゃったんですね。ですから多分スノマタ町の時にできてるんでしょうね。ですから結構スノマタに関するあれになってますもんね。こっから南の方がストーンとスノマタの地区になっていく感じですよね。でもここは平成3年オープンらしいです。大垣城も行ってみたいんだよね。階段下がってるけど、ここでさっきのお城の中ですけどね、こんな感じで中は金の部分の作りになりますね。で、おお、鎧とかもある。東吉堂ですね、豪族家屋ですね。この地を作ったところは東吉堂ですよね。これは甲冑ですね。いや、すごいですね。江戸時代中期のやつなんですね。なんか可愛らしいの赤べこもね、こっちの方だね。あ、涼しい。でここは直木賞作家豊田城さん。いろんなゆかりの兵学校、これはこれは海軍生徒採用試験ってなってるから、ってことは兵学校ってあれですね、江田島ですね。ちょうどうちのチャンネルでも言ったあれですね。昭和15年に海軍兵学校卒業ってなってるんです。珍しいですね。岐阜はどちらかというと、あの各務原とかね、あっちがあるかにあれ陸軍の方に入られる方が多いっていう話を聞いたことがありますけど、あ、本当だ、江田島に関する本なんかも書いてるんだ。こんなところに意外なつながりが。おちょこっていろいろ大きいですよね。空見て、これ原稿ですよね。いわゆる原稿用紙ですよね。今のボールペンなんかも置いてあるしね。比較的シンプルなボールペンとかってたんですね。面白いですね。順位はここから
こう曲がっていったらいいみたいですね。ほうほうほう。同期中とそのまた自家食をスタートさせてみますか。さあ、ということでね、見てきましたけど、須磨田一夜城ね、いやー素敵なところでしたね。なんとなるかなと思ったら、一応聞いてみたら、あ、いいですよってね、撮影の許可をいただけましたんで、ちょっと中の様子もね、おそらく放送してると思います。でね、それあんなね、ありがたい話はありません。結構こういうところはね、NG ですよってところが多い中でね、これ、OK していただきましたんでね。で、まあ、うちもね、でしたら、ね、この願いが叶えてくれるひょうたんね、言っときましょうよということでね、大きい方を買っちゃいましたよ。ね、で、その分ね、ちょっと大きくね、100万人ね、祈願しておきましたね。これできっとね、100万人ね、いけるんじゃないかなと。神頼みしてね、この前は、御園神社で神頼みして、ね、で、秀吉子にね、あやかろうというわけでございますからね。あ、ちなみにね、このひょうたんっていうと、この辺り、養老も有名じゃないですか。養老のひょうたん有名ですけどね。ね、養老も有名ですよねって話しとったら、このひょうたん自体は、養老さんらしいです。養老から、こっちの方に、持ってきてるらしいですよということなんで、ゆかりなんですね。ですから、飾ってあるひょうたんあるじゃないですか。養老駅にね。前の画像を出しときますけど。これも、だからずっと放っとくと、あんな感じで、いぶしたりした感じにもできるみたいですよ。まあ、これはね、年に1回供養で、焼いてっていう感じになるみたいなんですけど、ね、どうしましょうね。こういうのはね、ど真ん中でしょ。で、これは、普通にかけといたらいいのかな。なんか飛んできそうだけど。こういう風にしといたらいい感じやな。あれでね、なんなら本当だここに QR コードまで付けときたいぐらいですよね。いや、これね、出世標なんですからね。これでいけるでしょ、うちのところもね。さあ、ということで、無事すんのまたもね、見終わりましたけど、さあ、こっからどうするかなんですよね。で、企画としては、よいしょ。あとあれですね、しれっと私フルネームを本名のフルネームを今の撮影で公開してしまいましたけど、まあまあ別に隠してやってるわけじゃないですからね。というか、まあね、もう名前自体がもう匿名性が高いと言いますかね、めちゃくちゃ平凡な名前ですからね。そうそう、じゃあね、別に本当は本名でやってもよかったんですけどね、あれなんですよ、単純にね、もうすでに本名で YouTube の配信とかされてる方がね、同姓同名の方でいらっしゃるんでね、漢字もね、一緒の方がいらっしゃるんで、さすがにね、それだとあれかなってことで、私は山寮で、させてもらうようにしておるわけでございます。で、見とった、1時間ぐらい見とったんですね。今、10時半。っていうことなんで、バスの感じかどうかですね。で、見とったら、一回ちょっとバス停の方まで行ってみましょうか。で、まあ、もっと来た道を戻るわけでございますけど、これね、なかなか、次のバスがどうなんだろうな。よいしょ。ちなみにですね、確認したら、次のバスはね、11時40分とかってなってるんで、ちょっと、だいぶ、1時間以上時間があるみたいなんで、もうね、歩いた方が早いよ、ということみたいです。で、直線距離で3キロってなってるか、まあ4キロぐらいかな。一応ね、歩くと45分かかるってなってますんでね。まあまあ、ブラブラしながらだから、1時間ぐらい見て。まあ、そしたら、お昼ご飯をね、途中で食べてもいいかもしれませんね。